じゃこんにちは、はい、さまず豊さん、はい、チャンネル登録を、はい、よろしくお願いします。広く呼びかけましょう、はい、あの新年になってねこの動画を見てくださってる方も、はい、初めての方も多いのでまあそうだね、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、はい、ます豊さん先週、はい、我々あの第一報ということで、はい、人的保障、はい、和田投手が西武にというのをお昼に伝え、はい、でその夕方には実はまあ甲斐の選手だったということを豊さんが一人で帰っちゃったとかねいや帰ってからびっくりしましたけども、まあ、まあそうだね、ただ1週間経っても、はい、まだやっぱりこの人的保障についての、ね、記事とか収まりません、うん、はい、というのも、西武側もソフトバンク側も、まあ、NPB 側もその何が真相だったのかというのを一切発表せず、これはもうできないよね、はい、あのこれは言いませんということで、うん、まあいろいろ漏れ伝わってきてることっていうのはさ、うん、はい、それは球団が発表できないことだもんね。それそうなんですよ。それ事実とすれば、事実とすればな、もし例えば、まあ、あの日朝日刊スポーツさんがあのスクープという形で出したんですけれども、はい、日刊スポーツさんはその翌日自分たちは誤報ではないこういう経緯だったということをまた記事で出しました、うん、ただそれがもし本当だとするとやっぱり各球団側も確かにそれ表には公表できないよねということには推測ですけれども、うん、なってしまいます、まあ、ただやっぱりさ、まあ、和田が引退するとかだから甲斐野がプロテクトされてたけども、うん、差し出したとか、はい、まあ、いろんな情報はあるにしても、うん、本当に球団が何が正しいのかっていうのは、うん、こう発表してないからわからないけどもね、うん、わからないけども、ただその引退しますって選手の口から言えば、はい、それは本当だもんね。そうですね、うんうん、ということは誤報ではなかったということだよ。そうなりますよね、うん、そうやってこうやってパズル式に当てはめていくとね、はい、うん、だから一番の被害者っていうのはさ、うん、やっぱ選手だよね。そうなんです。これ情報が本当だったら漏れてはいけないこと、漏れてはいけないし、ね、またそのプロテクトは何のためにあるのかっていうことになるから、これは難しい問題だけど、やっぱりルールだとか、はい、そういう人的保障ってさ、人の売買じゃないしさ、名前がまずちょっとそうですね、うん、いやだからここら辺の制度っていうのがやっぱクリアにならないとまた今後も起きてくる可能性が強いよね。ですよね。で密約でやるような形になってくるし、プロテクトとか関係なくもう密約だよね、話し合い、まあ、会議によって選手が移動してしまうというかさ、ルールもへったくりもなくなっちゃう。ないよね、はい、そのルールはあるにしてもそのルールがに従わないんだったら、うんうん、じゃあ何のためなのかっていうね。ま、そうなんですよ、まあ、以前遡ると巨人の長野選手と宇都宮投手が、はい、やっぱり人的保障でそれぞれ西武そしてカープに行ったと、はい、この時は仕方ないということでミスタージャイアンツの2人が行ったわけで、うん、そこはまあルールにのっとっているといるはいるし、あの時にあ生え抜きの選手でも取られることはあるんだっていうのはみんな分かったはずなんですよね。それはまず28人プロテクトっていうのはさ、うん、それはなかなか厳しいよ。ですよね。だって日高にしたってさ、はい、やっぱもうルーキーに近い1年目終わった時にそういうことになるわけでしょ、うん、はい、だからなかなかやっぱりね、そこも移動させるのかっていうことになってくると、うん、この制度自体がやっぱり良くないよね。そうですよね、うん、だから俺もう常々言ってるけど、ドラフトの A ランクの選手だったら1位の権利を譲るとか、はい、まあ、B ランクだったらドラフト2位の権利を譲るとか、うん、まあ、そういうふうにしていかないと、これなんで人的保障になったかっていうのは、はい、やっぱ均等化を図るということでしょ、うん、選手の戦力の、いやもうそれだったらもうやっぱドラフトが一番いいのかなっていうような感じがするよ。だからその度胸があるんだったら FA で取りなさいみたいな。そうですよね、うん、ぐらいがいいと思うよ。これね、なんか身代わりで行くなんていうのはさ、なんかちょっとそうです、選手の心情的に。だから甲斐野はね、素晴らしいコメントを出したけども、うん、心情は穏やかではないと思うよ。そうですよね、だってドラフト1位で入ってて、はい、だそれなりに活躍もしてて、うん、西武にとったらいいよな。いやもちろんですよ。抑え候補っていうことになってるしね、はい、だけどこの制度自体が、うん、俺は良くないと思うし、こうやって波紋を読むようなことになってくるんだったら、うん、早くコミッショナーは動いた方がいいな、こういう問題に。そうですよね、うん、で今その和田投手はもうこの件に関しては一切こう自分的には発信はしないというふうに話しているんですけど、いや発信できないでしょもう、まあ、多分
分それは何かあった場合フロントからも言われてるでしょうし、プラスその和田投手の SNS に今誹謗中傷がすごいということで、それもまた違うと思うんですよね、誹謗中傷。でもね、これはね、でも止めらんないよ、こういう制度があるわけだから、システムが。だからやっぱこうそういうことを言われても仕方ないのかなっていうふうには思うよね、うん、そこをもう跳ねのけてもう頑張るしかないんだけど、選手としてはね、はい、まあ、だけどその彼らの心情を考えるとさ、うん、やっぱり穏やかではないだろうっていう同情はするよ。そうですよね、うん、プラスアルファ、実はこの選手もプロテクトから外れていて、西武側がすごいこう最後まで悩んでいたっていう選手までも出てきちゃったので、名前がもう、うん、だからそれもなぜこう漏れてしまうのかにその見た選手も嫌でしょうし、まあまあそりゃそうだよね、はい、だからやっぱ球団に対しての不信感は出てくるよね。ありますよね。でその選手たちが未だに契約更改してないと、うん、だそれがあるんじゃないかって思います。まあ世の中ってさ、やっぱルールっていうものがあって、うん、ルールにのっとってやらないと何のためのルールかっていう、うん、まず子供に何を教えるかって言ったらルールを教えるよね、うん、野球でも何でもそうだけども、でサッカーだってレッドカードが出たりだとかさ、まあいろいろするわけじゃない。だけどそれでそれが嫌だって言ってそれが通るようなルールだったらもう崩壊してるということで、そのルールは。そうですよね、うん、それも球団が認めるっていうような形になってしまうとね。だからやっぱこれはこうなんていうのかな、やっぱルールっていうものがやっぱしっかり構築されてないのかなっていうような気がするよね。ですよね。で12球団の監督会議の中でやっぱりそのこの人的保障にもちょっと触れたらしく、うん、その岡田監督にあり記者が聞いたところ、まあ、人数プロテクトのまず人数がそもそも28人っていうのが少ないと、うん、で俺らの時は40人だったと、うん、それがどん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 減っていってやっぱ28人になるとどうしても漏れてしまう選手は出てくる。いやそりゃそうだよ、うん、だから福良 GM も言ってたけど、はい、もうしきれないって言ってたよ、現状を守るに。これ40人から今の28人に減っていったっていうのはどういう理由でこれ減っていったんですか、均等化を図る、まあ、を図るっていう、まあ、意味合いのもんじゃないの。そういうことなんですね、うん、だからまあ日高を取っていかれたっていうのは、うん、やっぱもうがっかりはしてたし、うん、でもまあルールでは外してたので、いやだからもうルールだからもう仕方ない、従うしかないっていうふうにはね、うん、まあ言ってたけどもさ、でも心情的にはやっぱりね、せっかく1年目そうですよ ね、 ねやってすぐどっか行かれるとか、だから育成の方法も全く変わっちゃう可能性もあるってですもんね、うん、でもその子が引退するって言ったらどうしたのかなと思ってさ、オリックスが、あ確かにとか、うん、まあ、みんなじゃあもう引退しますみたいなそういうことを突きつけられるとさ、この制度って良くないよね。そうですね、っていうのが分かると思うんだよ。これさらに遡ると以前もあの中日のある選手のでこういうことって、まあったよね、あったんですね。私も記事が出てきたので、ああそういうことあったんだっていうふうに。過去に例があるから、うん、まあね、でもその例がありながらルールが変わっていってないっていうのがさ、うん、やっぱこうファンとしたら納得いかないし、被害者が出てくるよね、いろいろ、うん、出てきてますよね、うん、で悪者とかね。そうなんですよ。だからまあそこら辺がやっぱこうクリアになっていかないと、うん、そのドラフトの権利をもう上げるって言ったら、うん、これは罪ないじゃない、別に。そうですよね、誰を取るわけで分かってるわけじゃないしね、うん、だからドラフトの時期も考えなきゃいけないのかな、 FA の時期も考えなきゃいけないのかなっていう、またそこら辺でのこう日付のことは変わっていくとは思うけども、でもそれが自然なのかなっていうふうに均等化を図るっていうんであればね。ただその、 もうバリバリですごい活躍してたその球団の中心人物が取られるとなると、やっぱりそれに代わる埋めてくれる中心人物とかってなると、やっぱドラフトだとこれからの選手ってなると、やっぱり今いる選手の中でやっぱり熟成された選手欲しいなっていうのは球団の思いでもあるんですか。まあまあそれはあるよな、あるけども、やっぱスカウトが一生懸命歩いてね、うん、取材してるのに、まあ、その中でいや権利はなくなったからみたいな言われたら俺たちは何のために動いてたんだみたいな、まあ、なるし、だからな、難しい問題だけども人的保障なんかいらないんじゃないのかなっていうような感じがするけどね、うんうんうん、もうドラフトの権利っていうことも、うん、にしてしまえば、うん、こういうふうなことはなくなるっていう、まあ、なくなるよね、ですよね、うん、
り選手会側から今回こういうことがあったので何かこう訴えたりとかルールを変えてほしいみたいな声っていうのはどうなんですか。最低でも、まあ、例えばプロテクトの人間を広げるとかね、人数を、まあ、40人ぐらいとか、あと年齢とかどうですか。例えばあの入ってから何年目までの選手はダメだよとか、うん、1年目2年目とか、もうそしたら全部プロテクトになるんだよ。そうか、だからなかなかこう難しい問題だけども、でも早くルールを決めてあげた方がいい。そうですね。いやそらさん、うん、FA で球団が取るっていう風になってくるとやっぱ選手は気になるよ。俺プロテクトされてんのかなとか、うん、それは気になると思うよ。これでまた抜け道があるのが、じゃあ育成にこの選手しとけば一旦、うん、取られなくて枠を広げられるよねっていう抜け道も、まあ、中にはあるね、ありますよね。だからそういうのももし人的保障でやっていくんだったら抜け道できないようになんかしなきゃいけないでしょうし、だから取るんだったら何かのリスクを背負わせたいんでしょ、うん、そういうことなんですよ、ね、いやそれだったらもうドラフトが一番いいって、そのなんか平和な気持ちと俺は思うけどね。それができないんだったらもう枠を広げちゃうっていう、うんうん、もう今年しか俺はないような気がするけどね。これ会議でルール変更とかで どうなんでしょう。来シーズンオフと今シーズンオフから人的保障やめましょうとか、そういうことには、いややってもいいと思うよ。スピード感でできることはできるんですか。いやそれは簡単なことじゃない、うん、コミッショナー権限で、うん、まあ、人的保障は続けますと、うん、まあ、だけどプロテクトの人間を40人にしますと、はい、とか、うん、まあ、40人にしても問題が出るんであれば、うん、もうドラフトの権利、まあ、1位はきついとしたら2位の指名権は相手に譲るという、うん、ことぐらいしかないかなっていうのは気はするけどね。そうですよね、2位は指名できないとかね、うん、まあ、今回の場合だったらソフトバンクは、まあ、2位の指名とか、はい、まあ、仮に1位だったら1位の指名ができないっていうふうに、んまあ、する方がいいのかなっていうのは気はするけどね。そうですよね、うん、そうなんですよね。毎時ですね、選手がこう被害者的な方になっていくっていうのは、まあやっぱりね、そういう形での移籍っていうのは、うん、やっぱり気持ちのいいものではないと思うよ、うん、それだったら現役ドラフトの方が、あ、まあ、まだおよし一か八かやってみたろみたいな、うん、まあそんな気持ちにはなるけども、うん、惜しまれつつ行くみたいな、なんかそうですよね、そんなあるかみたいな。だからまあある記事によると、ソフトバンク側はもう和田投手にもう厚労省だからプロテクトにしてるからねっていうのを本人に伝えていたのに、蓋開けたらこうだったから、やっぱり和田投手もフロントというか球団側にすごく不信感みたいな、そう言ってた記事もそうが出てるんですよ、ある記事では伝えてたのっていう風に。それは不信感だな、うん、これがもし本当であれば、まあ、でも関係者によるとっていう風には出てるので、うん、これ本当だとするとやっぱり和田投手もやっぱり不信感でしかないでしょうし、今回はこれ何だったんだろうなっていう、まあ、和田が球団のね、球団を愛してるという思いは伝わるけども、うん、はい、そこでね、引退っていう言葉を使うとさ、もうどうしようもなくなっちゃうからな。そうなんです。誰かにしわ寄せがまたもちろん行ってしまうし、そうだな。だからまあでもそこら辺はどうしようもなかったんだろうな、やっぱりな、やっぱ思うけどですね、八方塞がりになっちゃったっていう、うん、コメントも八方塞がりだよ。いや今そうですあの、いや本当にそうなんです。球団側もその NPB 側もこれについてどう思うとか、真実こうですっていうのをもう墓場まで持っていくみたいな形になっちゃってるので、まあ、墓場まで持っていく記事がボンボン出てくるじゃん。そうなんですよ。だからもう墓場まで持っていけないよね。いやそうなんです、墓場から出ちゃってるので。いやだからもう本当にまあ、ルール改正をね、うん、まあ、一刻も早くした方がいいと思うな。そうですね、はい